で7レース2乗戦1着になりました出水選手です。1号おめでとうございます。ありがとうございます。今日は、前からになりましたけども、突っ張るかどうかなっていう感じに見えたんですけども、どういうふうに考えられてるんですか？小原君もすごいやる気だったんで、ちょっとこう誘導との間合いが下手だったかなと思うんですけど、作戦通りにはいかなかった感じでしたね。実は突っ張りたかった理想だったけどっていうことですよ。そうですね、そこのやっぱ強さがあるのかなって思います。実際は、叩かれて候補になりましたけども、使わず先行しましたけども、あのあたりのかかりはどうだったでしょうか？こうしっかり踏み出しも悪くなかったんで、そこはいいかなと思います。できてからのペースっていうのはご自身どうだったんですか？ちょっとバンクが昨日よりも重い感じがあったんで、ちょっと流しすぎた感じはあったんですけど、しっかりこう1着いけたんで、そこは良かったかなと思います。昨日も新山さんをいただいて先行して、今日も先行しましたけども、2走してみてどうでしょうか？バンク状況だけだと思うんで、体自体は問題ないかなと思います。でもあとはこの後のケアを中心にっていう形で。そうですね。明日準決勝ですけども、どういう風にやっていくの？先行ですかね。しっかりこう自分の持ち味出した競争できればチャンスあると思うので、そこをしっかりできるように意識して走りたいなっていう感じです。わかりました。では、明日以降へ準決勝決勝ですね、意気込みを最後お願いします。準決勝を勝ち切って決勝に行けるように頑張るので、どうぞよろしくお願いします。